シンクロモデルのねツイストローテーター、はい、今使ってますけども、このペダルの向きが、まあ、そのままインジケーターの向きとこうシンクロしますので、ペダルのこの方向がそのままこう映ってる画像の向きっていうことになるので、ローテーター今まで使っておられた方はイメージできると思うんですけどね、ローテーターのインジケーターの延長線ってこう自分の立ってる位置からずれてるんで、イメージちょっとしにくいんですね。この先にこう延長するイメージっていうのが、実際どの方向を投げていいのかっていうのがまあずれるんで、まあそれを追いかけていく感じにはなるんですけど、このシンクロモデルやと自分の足のとこにこうペダルの位置にねインジケーターがあるのと同じなんで、この前にインジケーターがあって、この延長ってしなくてもこの延長線上がだいたい、まあまあこんだけのズレはあるんですけども、その振動子の向きっていうのが分かるので、今この足の方向にまっすぐ投げてやると、21メーターぐらいのとこですね、今この方向ですね、ちゃんとルアーが沈んでいくのが捉えられますし、船が結構今回ってるんですけど、あとはこの微調整がねより効くので、お船が回ってるかこうか、はい、これで追いかけられることがねできますね。今沈船とこ通ってます、こういうことですね。ちょっとね船が小さいんで結構風で向きが変わってますんで、通常やとだいぶねやりにくいんですけど、はい、今度この方向ですね。はい、17メーターぐらいのとこです。今ルアーがね沈んでいくっていうのをすごく綺麗に映ってます。ちょっとまた船が回ってきましたけども。ボトムスレスレになってるかな、今度は沈船越えて、まあまあこの真正面やとまあいいんですけど、例えばこのね横に投げる時とかってこの方向意識するって割とね難しいんですけど、この足元にこうインジケーター代わりのねペダルがあると、これこの向きに沿ってこう投げてやればいいんで、ちょっと沈船またぐような感じになるんかな、これでいくと。はい、こっからですね。船が回る。結構船が回るんでローテーターも結構回してますね。今足の向きを見てもらったら分かるんですけど、初め正面方向やったんですけど、もう真横になってきましたね今度ね。はい、もうピックアップします。こっからこんだけ動いてますね。
はい、このシンクロの特徴で、あのペダルがね固定しやすくなってるって言ったんですけど、今実際結構なスピード、ダイヤルで言うと7ぐらいで、あの振動子真横を向けて走ってるんですけど、これ全くずれないですね。45度ぐらいにしてももう完全に固定されてますので、あの従来モデルのツイストローテーターですとね、やっぱどうしてもちょっと動きましたけど、これ今結構なスピードで走ってますけれども、その角度をねずっと保持したままちゃんと止まってくれてますね、そのシャフトが。